全身をめぐる血液のおよそ 45% は血球成分、残り 55% は血小です。すべての血球成分は多能性造血幹細胞から作られます。これは骨髄の有核細胞10万個あたり数個含まれています。多能性造血幹細胞は生後間もない頃は全身の骨の骨髄に存在し、大人になるにつれて椎骨や骨盤、肋骨など体の中心部に近い骨の骨髄に限られてきます。多能性造血幹細胞が増殖、そして分化成熟してそれぞれの血球成分が作られます。血球成分の大部分を占めるのは酸素の運搬に働く赤血球です。そして好中球や好酸球、好塩基球、 B 細胞、 T 細胞などの免疫に働く白血球、巨核球の細胞質がちぎれてできた止血に働く血小板があります。血小にはさまざまなタンパク質や電解質などが含まれています。また血小から血液凝固成分を取り除いたものを血清といいます。この番組では赤血球、白血球、血小板おのおのについての酸性と働き、その異常、そして血液型、血清からの情報について見ていきましょう。赤血球の酸性を見てみましょう。赤血球系の前駆細胞である赤芽球バースト形成細胞は赤芽球コロニー形成細胞となり、さらに増殖分化して全赤芽球となります。全赤芽球は細胞内でヘモグロビンを合成して成熟し、脱核を起こして核を失い、毛赤血球となって末梢血液中へ出ていきます。超生体染色によって見られる毛赤血球の網目状の文様は残っているリボソームが染まったものです。正常な成熟赤血球は真ん中がくぼんだ円盤状をしていて、直径はおよそ8マイクロメートルです。成熟赤血球の寿命はおよそ120日で、寿命が来た赤血球は脾臓や肝臓の毛内系の鈍色細胞に処理されます。赤血球など血球の算定には血液を一定の倍率で希釈し、血算板に乗せて顕微鏡で見ながら区画内に含まれる血球の数を数える方法があります。現在では自動血球測定装置を用いて測定が行われています。血液1マイクロリットルあたりに含まれる赤血球数は、健常成人の男性で450から500万個、女性で400から450万個です。この赤血球の数や形は、貧血の診断上重要な情報になります。
赤血球は1日におよそ2000億個が産生され、同数が破壊されて数が保たれています。赤血球の産生は腎臓から分泌されるエリスロポエチンによって促進されます。腎臓の障害によってエリスロポエチンの分泌が低下すると、赤血球数が減少して腎性貧血になります。